こんにちは、トトチャンネルです。今日ご紹介する商品はこちら、ペティオのシャカシャカボールです。なんかパッケージ怖いですね。シャカシャカ音と噛み応えで誘い出す、持ってこい遊び、転がし遊び、超小型犬から小型犬。まあ割とこの辺はゴムでできてて、中はポリエステルなんですかね。まあ頑丈そうにも見えるんですけど、この構造上、まあどっからかこうやって亀裂が入ってきそうですね。誤飲注意、一緒に遊んでくださいっていう感じで書いてます。特に目立って重要な事項は書いていないです。結構いろんなおもちゃ紹介してるとわかるんですけどね。これ多分最初すごい気に入ってくれると思います。いい感じです、素材も。ただ、この辺とか、この辺は多分トトの顎の力だと、どんどんこう切り込み入れて破っちゃうと思います。最後はね、この中身が出てきて、で、これの中身を食べるっていうパターンになりそうですね。大きさは手のひらサイズですね。価格は650円ぐらいでした。結構軽いですね。普通のゴムボールと同じぐらいの感じです。まあ、キュッキュとか言わないですね。パリパリです。いや、これは結構不安ですね。まあ10センチぐらいですかね。それでは試してみたいと思います。叩いて埃出したいんだ。吸えるかもね。だから叩いて埃を出すようだ。ちょうだい。ちょうだい。ちょうだい。投げて遊ぶよりはちょっとパンダ遊びたい感じだね。ちょうだい。どうぞ。ちょうだい。もう早い。